おはようございます。ベーセッドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日はですね、トレードオフについてお話しさせていただきたいと思います。年末、大変お忙しいと思いますけれども、何かにこう誘われたり、突然、仕事が入ったりすることもあるかと思うんですけども、すぐにそれをこうそれに飛びついてしまう前にですね、その時間であったり、その用事を済ませるために他の本当に大事なことにの時間ですとか、約束が保護にされていないか、そのために何かを犠牲にしていないかということをもう一度考えていただければと思います。もちろん、犠牲にしたくないものもありますでしょうし、本当にしたいことがあるかと思います。そしたらその時にはできるだけ、上手にきっぱりと、断っていただいて、自分の本当にやりたいことであったり、より大事な家族との約束であったり、自分の将来に向けての学びだったり仕込みだったり、しっかりと迷わずに選択していただけるようにしていただければと思います。なかなか断ることは難しいんですけれども、特に日本のこう社会の中で、自分がお互いこう助けたり助けられたという関係性も大いにありますので、とても難しいんですけれども、できるだけ上手に柔らかにその断り方を工夫していただいて、少しずつ、自分の生きやすいようにと言ったら変ですけど、自分だけがいいっていうわけではないですけれども、その多少たくさん助けていらっしゃる方は、今はこういうふうに他のことをしっかり取り組んでいるからということを説明していただいたり、この次は埋め合わせるではないですけれども、何かしらもう少しするとこの時期が暇になるからということで、上手な、断り方、角の立たないような断り方、本当に難しいですけれども、そういったことを少しずつ増やしていっていただきながら、徐々に自分のペースで自分の時間をコントロールできるようにしていただければと思います。ぜひ、自分の本当に大事なもの、本当に目指すべきもの、この年末に、ゆっくりと、忙しい中でもからこそ、自分の時間はどういうふうに過ごすべきだろうかということを考えていただきながら、何か一つでも、実践していただければ嬉しい限りです。それでは、ぐっと寒くなってきましたので、皆さんお体に気をつけて今週も頑張っていきましょう。失礼いたします。